クロード・エルフェは、現代音楽の擁護者として、とりわけ有名なフランスのピアニスト。1922年6月18日パリ生まれ、バイオリニストだった母親の影響より、5歳でピアノを、始め、10歳から第二次世界大戦の勃発まで、ロベール・カサドシュに支持した。戦時中は、レジスタンス運動に身を投じ、少数精鋭、グラン・ゼコールの一つ、 エコールポリテクニークに進学した。戦後にルネ・レイボビッツに音楽理論と作曲を指示。1948年にパリでデビューし、1954年から定期的にドミエヌ・ミュージカルの演奏会に出演した。数多くの新作を初演し、著名な作品を検定された。ピエール・ブーレーズやエルネスト・ブール、ミハエル・ギーレン、ルネ・レイボビッツ、ブルーのマデルナ、 ネビル・マリナー、ジャン・マルティノン、ウィレム・バン・オッテルロー、ジョルジュ・プレートル、ヘルマン・シェルヘンラといった指揮者と共演している。シェーン・ベルクのピアノ曲全集や、ドビュッシー・トラベルのピアノ独奏曲全集、ブーレーズやベルク、バラケ、ベートーベンのピアノ・ソナタといった録音を残した。晩年世界中でマスター・クラスを主催したが、とりわけ1985年から1998年までの、 ザルツブルク歌き講習会や、サントルアカント現代音楽講習会、シュトットガルト音楽大学で名高く、当時の後続の若手作曲家たちにも創作への自信と影響を与える。2004年10月27日パリ16区の自宅にて、高い。82歳。CD の音源のみに限定する。ありがとうございます。